それから他のバッターもほとんど内角でね、だいたい140キロぐらいの速球をね、内角の低めか高めですね、ここで勝負してますね、どちらか言うと。はい、これは外側にストレートを投げました。そうですね、こういうのでストライクを取りに行ってですね、それで内角で勝負が多いですね。はい、バッターは岡崎、17日のゲームこの時には3打点を挙げまして大活躍しました。バッターの岡崎、あの大久保が涙のサヨナラホームランを打ったあのゲームで活躍した岡崎です。この岡崎、大久保がヒーローになって、しかしその後一つ勝ったんですが3連敗というジャイアンツです。得点差は1点。フェアです。落合は3塁に向かっている。打ったランナーも2塁へ。2アウトランナー2塁3塁。さあ岡崎が突破口を開きました。そうなんですね、岡崎がね、うまく読んで打ちましたね。やっぱり外角でストライクを取ってくるっていうね、頭ありますから、はい、だから外角に絞ってこれ打ってますよね、綺麗に。だからまあ逆に言うと、各はここは無難にね、やっぱりロングヒット打たれたらいけないということで、無難に外角でまずストライクを取っていこうという気持ちが強すぎたんですよね、はい、やっぱりインコースを膝元のところバーンといかないとですね、やっぱりああいう読んでしまわれるということなんですね。そして原を迎えますが、日庭さん、原はバッティングの調子、練習なんか見てると良さそうなんですけどね。そう思いますね、今状態はいいと思うんですよ、ね、はい、ただやっぱりまあプロの選手ってのは全て結果論で、ね、片付けられますんでね、結果出すしかないですね、はい。各源氏に対しては今日の第一打席はサードのファールフライ、今シーズンは各からまだヒットが出ていません。バッターの原です。さあ逆転のチャンスになりました、ジャイアンツ4回の表。ストレートから入って外側143キロのボールです。ただこうやってこの各と原がこうバットボックスとマウンドいますね。そうしますと過去に随分原も打ってるし打ち取られたこともあるんですね、この時にどっちをイメージして打席に立ってるかマウンドにいるかっていうことになるんですよね。なるほどね、はい、これも二塁三塁ですからね、両ベテランの対決です。ちょっと中途半端なバットの出し方になりました。だからボールをこれを打つっていうのが決まってないんですよ。ストレートで2球いきましたね、近藤さん。そうです、もうとにかく外角でストライクを取りに行くと、で内角で少々ボールに近いようないっぱいいっぱいのですね、やはりシュート気味の速球、これで勝負していくわけですね、大体今までは、4回の表、ここは前半の一つのポイントになりそうです。2アウトランナー2塁3塁、一打逆転チャンスを迎えています。まっすぐ空振りです。なんかボールが落ちたような気がしますけどね、ちょっとね落ちたとか ね、 でもねスピードそのものはね、143キロ出てるわけですよね、少し進化気味に、ちょっと落ちますね、抜いてはいるんですけどね、そうですね、はい、ただまあ現役時代この各投手ともやったことはあるんですけど、このピッチャーのですね、甘い球来たら打とうっていうんじゃやられることが多かったんですね。インサイド打つかアウトサイド打つか自分で決めて、だから方向も決めて打席に行くことが割と多かったです。ボール球を振ってキャッチャーがちょっとボールを見失っている。さあ各がボールを取って一塁に送りました。しかし一塁は間に合いませんでしたね、はい、今ね冒頭にならなくてよかったんですよ、今の冒頭になる思いましたね。ちょっと今のを見てみましょう、はい、ワンバウンドで振りました。キャッチャーがボールを見失っています。角が取った。そして一塁に投げてこれで2アウトフルベースになりました。これで一つのいわゆる日村さんゲームの流れっていうのからすると、今のワンプレーっていうのは
流れ変えるかどうかですね。そうですね、ただね、冒頭にならなかった分だけまだ、あ、そうですか、僕は良かったと思って今見てたんですね、はい、普通あのケースでも投げるということの方が怖いんです、冒頭になる確率の方が高いですから、はい、さあ2アウトフルベースで今度は古藤がバッターボックスに入ります。タクトは1回対決がありましてフォアボール、そして今日の第一打席がショートゴロです。さあジャイアンツが大きなチャンスをつかみました。近藤さん、ワンバウンド振らしたタク自身はこれで三振だ、これで終わったっていう気持ちになりませんか。うん、でもね、一緒にヒヤッとしてると思いますよ。そうですか、あれを振る方がね、びっくりするくらいですから、バッティングとしたら。はい、長嶋、高木、両監督。だから木村さんが言われたようにね、それより冒頭にならなくてよかったって一瞬ね、投げた瞬間にそう思ったと思うんですよね。ワンバウンドする球ですからね、はい、しかも下がね、抜かるんで悪いわけですから、ちょっとね、はい、各が中6日明けました。7勝7敗、その7勝目が通算100勝、すでに111セーブを挙げております。100勝100セーブを達成して中6日明けての登板。外側のスライダーですか今の。スライダーでしょうね。スライダーしながらちょっと押してますけどね、いやスライダーじゃないですね、やっぱりフォークボールに近いような、はい、そうですか、そういったものですね、はい、ほとんど垂直に落ちてますから。あの東京ドームでの天王山、広島3連戦の3試合目、剣ヶ峰というところで勝利打点とホームランを打った古藤、三振。古藤三振、三者残塁に終わりました。ジャイアンツ1対0です。ここからはアサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。